もしかしてあれが。そこにあるだけで全てに影響を及ぼすような禍々しいほどの霊圧、間違いないわ。あの中にあるのが夕闇の使徒、その眷属ですか？その通りだ。もっとも我々は落とし子と呼んでいるが、白装束まで。刻印騎士、どうしてこんな場所に。まさか佐伯先生も。それは違う。私の所属は全く別物でね。あくまで仮初めの名役、一時的な協力者に過ぎない。時が欲しい。そろそろ始めるとしよう。何をするつもりだ。悪いが邪魔をしてもらうわけにはいかない。おとなしく見ていてもらおうか。全然隙がない。ただものじゃねえとは前々から思っちゃいたが、尋常ではない威圧感。でも霊力はさほど感じない。どうやらあなたあくまで表の世界の人間みたいね。え？そうなの？ほほう、さすがはヒイラギ、帰国子女らしい目の付けどころといったところか。ええ、ステイツにおいてはたまに利害の対立があるから、いろいろ想像はできるけど、そろそろ名乗ってもらおうかしら。それはフッ。話は後回しだ。せっかくだし、それの相手はお前たちに任せるとしよう。しまった、属性の暴走の産物ですか。存分に見せてもらうぞ。1ヶ月以上にわたるお前たちの鍛錬の成果をな。速攻で倒してあの妙な儀式を食い止める。全力で行くぞみんな。おう、思った以上にやるな。だがどうやら時間切れのようだ。完了だ。しまった。
あれが落とし子なんてことてめえら絶対許さねえ。待って、これは覚醒フェーズ完了。これより誘導フェーズに移行する。イエスカー。こいつら兵士？あの武装は。これより最終作戦地点へ向かう。てめえらは一体。そういうことですか。まさかあなた方がオルデンと手を組むなんて。結局何者なの？軍人よ、米国でも中国でもなく、正真正銘この国の正規軍よ。日本国国防軍所属対ゼロ号特戦部隊イージス、その指揮を任されている佐伯五郎特務三佐だ。改めて見知りおき願おうか。 XRC の諸君、これよりミッションは最終フェーズに移行する。装備の最終チェックをしつつ、騎士殿と共に備えろ。了解、オーバー。五郎先生、本当に軍人なのかい。一応教員免許を持っているのは確かだな。だが、あくまで国防軍として本作戦を遂行するための偽装だったのは確かだ。近年、米国などでは対異界を見据えた特殊部隊の導入が密かに始まっています。国防軍もその流れに乗りつつあるのは聞いていましたが、あの高い練度と万全な装備、最近ではありませんね。一体いつ頃から。愚問だな。10年前からだ。かつての最悪、国土と国民を守るべき国防軍は完全に後手に回ってしまった。最悪を目の当たりにしながら、その解決を裏の賛成力に任せることしかできなかったのだ。だからこそ政府は
国家の威信と10年の歳月をかけて極秘裏に異界対策部隊の結成を進めた。それが我々対ゼロ号特戦部隊イージスというわけだ。対ゼロ号特戦部隊1号2号っていうのは聞いたこともあったけど、そちらは対テロ、諜報などの特殊部隊だったはずよ。そして対外的には存在しないゼロ号部隊、公式予算もつけられない対異界ならではの部隊名ということですね。なんだかまだ頭がついていけてないけど、結局あんたらも元凶を退治しようと動いてたわけだ。ああ、森宮での予兆は我々が最初に掴んでいたからな。各勢力の動向を監視しつつ、オルデンの協力を得ることで第二の最悪の可能性を突き止め、元凶たる落とし物発見と討伐のために動いていたわけだ。しかも2年前からなんて、ネメシスは完全に出し抜かれた形になりますね。ゾディアックもです。どうやらおじい様の今回の件についてはそちらにお任せするつもりのようですし。ああ、宣告をもってネメシス、ゾディアック両本部への正式な外交通達が行われた。暫定的ではあるが双方からの合意も得られている。東京迷彩の後始末は日本国の威信をかけた悲願、あとは国防軍に任せてもらおう。了解しました。でもここまでやってきたのに。ここから先は大人の時間というだけだ。ここまでたどり着いたご褒美と言ってはなんだが、ぜひ結末を見届けていってくれ。学生のオブザーバーとしてせいぜい歓迎させてもらおう。あんたいい性格してるな。森宮基地の上空に到着しました。兵器反応の状態を確認。仕上げに入る。備えるがいい。了解だ。いよいよだな。最終フェーズ開始。バリアントギア部隊出撃せよ。国防軍の主力バリアントギア、駿河重工製の樹式だ。装備は全て外してある。そしてあれが落とし子を実体化させる器となるわけだ。
化したか。これでようやくケリがつけられる。攻撃開始。全火力を持って落とし子を撃破せよ。やっと。すごい、一方的じゃない。グリードンは物理兵器は効かないんじゃなかったのか。そのための器でしょう。そしておそらく全ての砲弾がオルデンによって性別されているわ。ええ、よくここまでの準備を。どうやら本当に出るのかはなさそうだね。やばいぞ。影属性の衝撃波。地面にゲートが。ち、議会に逃げ込んだか。だが逃がしはしない。イージス第三小隊、これより追撃を開始する。所詮は手負いの獣、一気に仕留めるぞ。待ってくれ。どうやら作戦は狙い通りにいかなかったんだろう。だったら俺たちも介入させてもらうぜ。何？一体何を？まあ今度はこっちのターンってやつ。別にあんたたちに譲れとは言わねえが、私たちは私たちとして行動させていただきます。正気か、学生ごときが。ネメシスとしても様子見は終わりです。ゾディアックも同じく。このまま放置はできません。ま、スピカとしてもここは踏ん張りどころかな。隊長、いかがしますか。先輩、ちょ、何するのよ。いい気になるなよ、時坂。夕闇の使徒の落とし子、これまでの相手とは桁が違う。子供の時間は終わりだ。民間人は引っ込んでもらおうか。だったらあんたはどうなんだ。何？あんただって10年前は子供で民間人だったはずだ。なのに今この場にそうやって立ってるのは大切な人のためじゃないのかよ。あんた、あの時言っただろうが、青春は短い、限りある今を悔いなく大切にしろって。俺たちにとっちゃ今がその時なんだよ。私たちも同じです。みんな
それぞれの決意と覚悟を持ってこの場にいます。それぞれの立場にありながら、何より XRC の一員として、それぞれ守るべきもののために力を合わせて乗り越えてきたんです。今回も同じだ。人任せにするつもりはねえ。ゲームだって自分の手で最後までクリアしてなんぼだしね。ステージも同じ、ラストまで歌い切ってみせるわ。なんだこいつらの迫力は。隊長、今がその時か。ヘドが出るほどの青臭さだが悪くない。作戦を変更。これより二段構えで目標を追い詰める。第一陣は俺と XRC メンバー、そして第二陣はお前たちと彼とする。やれやれ、勝手に決めてくれる。だが目的が果たされるならこちらとしても依存はない。ゴズメは任せるがいい。ああ、よろしく頼む。それじゃあ認めるってことでいいんだな。悪いが、ここまで段取った以上お前たちだけに任せるわけにもいかん。だからせめて顧問代理としてお前たちに同行させてもらうぞ。佐伯先生。ったく、感謝します。現在1704第一陣出撃する。この場は任せた。万が一に備えるがいい。任せてもらおう。